悟りかな。本日の雨季はプログレスチヌの S-2。今日はこれ使っていきます。これ使ってゆっくり仕掛け沈めていこうと思います。よし、 OK。 ちょっと待って、沈むスピードが速いな。浮き交換ですね。ちょっと S に初めつけてみたんですけど、めちゃくちゃ沈下スピードが僕の思ってたスピードより速かったんで、大聖国の00でいきます。アリスは 1.25 フタヒロ、よし。それじゃあ第一投行こう。第一投行きまーす。00でも沈んでいくもんな。ここ塩分濃度低いな。塩分濃度が低い。おー、だいぶ流されるだいぶ流されるな。釣り場の状況をちょっと説明していこうと思います。ここに柵があって、これが僕ですね。で、ここの釣り場は河口が近くて水潮になりやすいです。だから川の水が流入してるようなところ。釣り場の水深が3ヒロです。上潮は水潮で塩分濃度が低い。上潮はこの日はこちら向かって右から左に結構飛んでました、上潮が。で、初め00の浮き使ってやってたんですけど、結局ね、00の浮きやとこう沈むんですよ、上潮の分だけで。ちょうど見えなくなるんですよね、この下潮と上潮の境界線ぐらいで。下潮は塩分濃度が普通ぐらいなんですよ。なので上潮の水潮のところまでは調子よく00でもぐん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 って沈んでくれるんですけど、ちょうど下潮に突入した時点で沈まないんですよね。だから上潮
まではこうずん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 調子よく沈んでくれるんだけど、下潮に到達した時点でそれ以上沈まずにこのまま潮流に乗っちゃう。こういう感じの沈め釣りをはじめずっとしてました。これに気がつかなかったですね。これが今回の僕の敗因です。来たかもしれん。よっしゃ。キビレかな。キビレや。キビレや。やっぱ血抜いなかったですわ。キビレや。ない。ダメですわ。キビレ。ユータでしょ。うん、ユータ。言う通りですわ。はい。もう絶対ここ入らないですわ。そのラインよりそっち行きますわ。これから。もう嫌だもう。